ジェイコブ・ハリー・マグワイアは、イングランド・シェフィールド出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッド・ FC 所属。イングランド代表。ポジションはディフェンダー。地元クラブのシェフィールド・ユナイテッド・ FC でプレーを始め、2011年4月のカーディフシティ・ FC 戦でトップチームデビュー。2014年7月29日、遺跡金250万ポンドで、 春シティ a f c に移籍。契約は3年。2015年2月10日、1ヶ月の短期レンタルで、ウィガンアスレティック FC に加入。2017年6月15日、春の降格に伴いレスターシティ FC に移籍5年契約にサインした。移籍金は1200万ポンドで、活躍次第で1700万ポンドまで上昇する。2017から18シーズンは、 全試合に出場しチームの年間最優秀選手に選ばれた。2019年8月5日、マンチェスター・ユナイテッド FC に6年契約での加入が決定。遺跡金は DF 史上最高金額の8000万ポンドと報じられた。背番号はリオ・ファーディナンドラがかつて着用した5番。2020年からヤング遺跡に伴いキャプテンを務めることとなった。 2020年2月17日のチェルシー戦で、移籍後リーグ戦初ゴールを奪い勝利した。2012年11月、U21 イングランド代表として、U21 北アイルランド代表との親善試合に出場した。2017年8月、A 代表初招集。2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のマルタ戦とスロバキア戦の登録メンバーに選ばれたが、 出場はしなかった。10月の通りリアニア戦で初キャップ。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会、準々決勝のスウェーデン戦で代表初ゴールとなる、先制ゴールを決めた。2021年6月、UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。準々決勝のウクライナ戦では1ゴールを決め、イングランド代表にとって約26年振りとなる。 準決勝進出に貢献した。ありがとうございます。